じゃあスキルチェックということで、まあ1ラウンドで21点最高で取れるゲームなんでね、8ラウンドで168点、168点ですね、168点取れるって言ってるからには、まあ僕は当然168点目指しますし、まあね、新人の榎本くんにまさか負けるわけにはねいきませんのでね、168点取って新人の榎本くんをねボコボコにしたいかと思いますね。ちょっと僕もそんな大先輩の世界一のプレイヤーと一緒に投げれることもなかなかないかなとは思うんで、ちょっとジャイアントキリングやりたいかなと思います。よろしくお願いします。ではゲームを始めましょう。おい、お願いします。お願いします。まずスピード、当たった分落ちたんですか。まあこれどこ刺さってもいいからね。おい、見てるスピード1本目とか。1本目は見て、あんまりにも違う時ってやっぱ投げる時分かるじゃないですか。調節する、だから調節できるかなっていう感じはありますけどね。これも1本目はどこ刺さってもいいですか。ルーピンが、うわ天才かな。ブラック、ブラックのアワード出ないんか。結構シビアこれ。めっちゃグルーピング良かったけど、横ブレ、けど、まあ、俺の168点はもうなくなってるんですよ。お互いお互い、んてずれ、だサントリー俺また入るんだよね。いや素晴らしい、ね、ここブルだったらもう俺すっげーブルパー出してる。これ詰めたんじゃない？あ、よしよしよし、逆転。だ、うん。サントリー入ってもダメな。サントリー。そう、サントリー真ん中。20のトリック。やっば。
あ、ちょっと60がダメっていう、ちょっと致命的じゃねえか。入ればいいっていうもんじゃないっていうのが厳しい。そうだね、馬だね、馬。フォーマーク。7点じゃないのか。そう、ね、入ってんのにね。入ってんけどな、綺麗に。よしよしな。オッケーオッケーオッケー。あー、1点差。あれ、もうラストか。ラスト。全部だ、全部。インブルだよ、インブルだよ。149だ。僕はだからパーフェクトじゃないと150いかない。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。難しい。2点差2点差2点差、はい。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。スキルチェック、やってみて、点数が村松さんが149、野又が147という結果になりました。まあ、振り返っていくんですけども、まあ、やっぱ21点僕はスピードで出ました、うんうん、同じように投げれたっていう、まあ、チェックはできたかなというところで、うんうん、村松さんはグルーピングですね。グルーピングですね。ブラック出ましたからね。まあ、お互いね、150行きたかったところだったんだけどね。ワンターゲットハイかな、どっちもちょっとあまりいい点数が出なかった、うん、悪くはないけど良くもないけど、ね、60狙うとこなんで ね、 僕やっぱ僕らとしては入れとかないといけないところね。こんな感じでスキルチェックですけども、なんかこうおすすめのやり方とかあれば。そうですね、こうやって点数見て低いところを重点的に練習したいなと思ったら、うん、もうオプションとかで1個スピードあったらスピード、グルーピングだったらグルーピングって、うん、それだけを8ラウンドやることができるんでね、うん、なかなかこう、うん、知っておくと便利な情報です ね。あとですね、遊びにも僕人から聞いた遊びなんですけど、オプションでスピードだけにして、うん、1本目投げる人と2本目投げる人と3本目投げる人を3人バラバラにしてトリオスで遊ぶと、対戦と、対戦とか ね、 ね、遊ぶ。そうすると、まあ、人のスピードに合わせて投げないと点数が出せないっていう、一番の人の真似をするっていうこと。そう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 、だからなかなか難しい、ね、技術全然関係なく全員が結構対等に遊べる遊び方もあるんでね、これすごく面白かったです、ね、面白そうですね、それね。ね、こう遊びながらもうスキルアップが望めるスキルチェックっていうゲーム、皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。